はい、皆さんこんにちは、ダイプリーです。というわけで今回はこちら、今回は Pixel 7a の使用感レビューをしていこうと思います。まずは手始めに指紋認証速度から見ていきましょうかね。こんな感じです。そんなに遅くないですね。ただしこのように画面が点灯していない状態だと押しても何も反応はありません。このように画面を点灯させて押すっていう感じですね。それから画面持ち上げてもこういうふうに点灯しますので、それでこうやって録画解除するっていうことも可能になってます。では続いては顔認証の速度を見ていきますね。はい、というわけで顔認証もまあ爆速ですね。顔認証に関しては指紋認証よりも早い気がします。では続いてはリフレッシュレートの比較なんですけれども、こちらリフレッシュレート 90Hz ということで、 Xperia と比較すると 120Hz と 90Hz で Xperia の方がいいじゃんってなってしまうんで、今回は 60Hz の iPhone 13 mini と比較をしていこうと思います。まあ、動画だと分かりにくいと思うんですけれども、おそらく Google Pixel 7a の方がしっかりとヌルヌルヌルして見えていると思います。ここに関してはね、90Hz って60Hz 比較しないとちょっとわからないぐらいの差しかないんで、まあ、その辺ちょっと微妙ですけど、まあ、それでも 60Hz よりヌルヌル見えるっていうのはかなりありがたいポイントですね。では続いてはカメラを見ていこうと思います。カメラ UI はこんな感じになっていて、まあシンプルですね。これで通常広角、ズームと切り替えが可能になってます。で、ここでポートレート、長時間露光、夜景モード、動画、これもパノラマとか360度写真とか、あと Google レンズもここから使用することができます。インカメラはこんな感じですね。僕の撮影環境が見えると思います。というわけで、では今回も写真撮影してきたんで比較していきたいと思うんですけれども、今回は Xperia の5 Mark IV と iPhone 13 mini、そして Pixel 7a、この3つで比較していきました。ハイエンドと揃いですけど、ハイエンドと揃いで Pixel 7a どこまで戦えるのかっていうところをまずはご覧いただきたいと思います。まずは通常の写真ですね。この通常の写真を見てみると、そんなに差がないんですよね。なんていうか、Pixel 7a の方がちょっと補正が強めかなっていう程度で、明るい環境であればどれもこれも綺麗に撮れてます。こういうふうに普通に撮影する程度ではそんなに差がないですね。広角レンズになると少し様子が変わってきまして、広角レンズだと Xperia の方がちょっと綺麗に見えますね。まあ、ただ、これが綺麗に撮れれば、Pixel 7a もかなり十分だと思います。これはまあ、いいんじゃないでしょうか。では続いて、望遠の5倍はこんな感じになっていまして、綺麗順で言うと、Xperia が一番綺麗なんですけど、Pixel は割と全然攻めます。少なくとも iPhone 13 mini よりかはズーム綺麗に撮れてるんで、まあ、iPhone 13 mini と比べると、ズーム性能はまあいいかなっていう感じです。まあ、とは言っても、実際に望遠レンズを積んでいる Xperia と比べると、どうしても望遠性能を負けちゃうんで、まあ、この辺りはまあ仕方ないかなっていう感じがします。では続いては夜景です。夜景なんですけど、これがまた意外と綺麗に撮れました。白つぶれとかそういうところも Pixel 7a ほとんどなくて、で、なおかつ結構自然な感じに撮れてます。Xperia って結構割と夜景では調整をしないと綺麗に撮れないことが多いんで、そういう意味では夜景として何も調整せずにここまで綺麗に撮れる Pixel 7a ってなかなかすごいと思います。これは Google のシステムチューニングの良さが光りますね。では続いては動画です。まずは iPhone 13 mini から。iPhone 13 mini はまあ、センサーシフト式っていうので補正採用していることもあって、動画撮影すごく綺麗です。しかも、この日、撮影した日って猛暑の日だったんですけれども、それでも、こんな感じで熱で落ちることもなく撮影できていたんで、まあ、やっぱりこの辺はさすが iPhone だなという感じがします。では続いては Xperia 5 Mark IV なんですけれども、Xperia 5 Mark IV は、ちょっと、この時点でわかると思うんですけど、カクカクしているのがわかりますかね。熱でちょっと動画撮影性能がちょっと落ちちゃってて、ただでさえ動画撮影性能そんなに良くないのに、なんかさらにあんまり良くない感じになっちゃってるっていうところがちょっと気になるところですね。動画撮影性能は Xperia は正直微妙なんで、ちょっとそこに関してはご注意ください。では続いては Google Pixel 7a です。Pixel 7a は Xperia と比べるとかなり綺麗に撮れてます。暑い中でもちゃんと取り落ちすることなくしっかりと撮影できています。ただ手ブレ補正の感じがちょっと自然じゃなくて、iPhone 13 mini と比べると手ブレ補正が弱いかなという印象があります。まあ、とは言っても、この価格帯で Xperia よりも動画が綺麗に撮れるということは、まあ、単純換算で Xperia の約2分の1に近いぐらいの価格なんで、それでここまで綺麗に撮れるっていうのは なかなかすごいと思います。で続いては音質の検証していきたいと思います。この Pixel 7a、音質に関しては、Xperia みたいに何かにピックアップされているところって正直ないんですけれども、
でもステレオスピーカー搭載しているということで、普通のスマートフォンよりかは音質がいいと思います。それではまずは、まあ、早速見ていきましょうかね。というわけで続いてはゲームの検証をしていこうと思います。ゲームはいつも通り原神をやっています。全部カスタムで最高設定まで上げてプレイしてみてるんですけれども、設定はこんな感じです。どうですか。ちょっとねカクカクしてるんだよね。ちょっと気になる点があるって感じでちょっとカクカクしてるんですけれども、一応参考までねアンツツバージョン10のスコアを貼っておくとこんな感じなんですけれども、そんなに高くないです。アンツツ、まあ、70万点切っちゃったんで、まあ、とは言ってもアンツツバージョン10のこれスコアなんで、バージョン9だと70万点出ると思うんですけども、ちょっとね、正直にこれが、微妙というか、どうなんだろうっていう感じがしますね。ちょっとカクついてるのがわかると思います。まあ、とは言っても、プレイできないというわけではないです。一応敵が出てきてもこんな感じで普通に戦えてはいるので、全く、カクカクしすぎてプレイできないということはないですね。まあ、とは言っても、やっぱりこれだとちょっとカクつきが気になるので、もしこのスマートフォンで原神を遊ぶという方はもう少し設定を下げてプレイしましょう。その方が絶対いいと思います。では続いては他の部分の細かいところを見ていこうと思うんですけれども、まずバッテリーです。バッテリーはね、持ちはめちゃくちゃいいわけじゃないんですけど、悪くないです。少なくとも iPhone 13 mini よりかはバッテリー持つんで、まあこの辺はまあさすがだなっていう感じですね。バッテリー持ちは全然悪くないです。しかもこいつ充電も結構急速充電対応している上に、しかも無線充電も使えるんで、その辺の利便性はかなり高いですね。あとエクスペリア以外でちょっと珍しくパソコンとの接続がちょっと不安定でした。ちょっとそこも気になる点ではありましたね。はい、というわけで今回は Pixel 7a の実機レビューしていきました。どうですかね。この価格帯で、ハイエンドと戦えるっていうのなかなかすごいと思います。だって6万円だからね。皆さん忘れがちですけど、僕の比較して端末 iPhone 13 mini 8万円で、Xperia の 5M4 はもう13万近くで、で、こいつが6万円と。こうやってハイエンドと比較しても全然遜色のない性能を持っているんで、この端末コスパいいと思います。もう本当にね、もう迷ったらこれを買えばいいと思うっていうレベル。もうスマートフォンはどんなものがいいかっていう論争は今までいろいろとあったんですけど、その論争を一気に集結させてくるレベルの、そのぐらいの傑作的なスマートフォンだと僕は思いますね。まあ、というわけで今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回に。ご視聴ありがとうございました。タイプ D ではこのギークタイプ D 以外にも様々な動画を投稿しているタイプ D ダイアリー、ゲーム実況を中心に投稿しているタイプ D ゲームスがあります。よろしければこちらもご覧ください。興味がある方は動画の概要欄よりどうぞ。